キャブフォワード型機関車。ドイツで使われたアルトナ562機関車。キャブフォワード型蒸気機関車は蒸気機関車の形態の一つ。キャブフォワード型とは、英語で書くと、キャブフォワード、すなわち、運転室が前にあるとなる。蒸気機関車は燃料を過失で燃やすのでこれと運転の兼ね合いをするため、次の二つのどちらかの方法が取られた。ドイツは、全車。 イタリアとアメリカは、後者が採用され、イタリアは石炭滝のためタンク機関車のように、機関車自体に燃料を搭載したが、アメリカは重油滝でテンダーから燃料を供給した。どのタイプにせよ、運転室を最前部に設けることにより、機関士は、塩害から免れることができ、また良好な前方視界を得た。なお、勾配区間やトンネルの多いところなどで塩害を防ぐ。 ためタンク機関車は、キャブ側を前に進む規則にすることがあるが、少なくとも、日本ではこれは、ただの更新走行とされた。以下に主なものを記載するが、これ以外にもキャブフォワード型の蒸気機関車は、少ないながら存在した。1900年に、アドリア鉄道網で、キャブフォワードである以外に4シリンダー機で片側に、高圧のシリンダーが2つとも並ぶ。 プランシェ式というシリンダー配置を採用するなど、いろいろ変則的な構造の RA500 型機関車が、ジョゼッペサラ設計で作られた。石炭は、タンク式機関車同様に過失の横の箱に入れられており、水は、シリンダー側に連結された水槽車からホースで送られていた。この機関車は、メウシというあだ名で呼ばれたが、これは見た目や走行が由来ではなく、 利益をもたらすものという意味であった。合計43両が製造された。この構造は見晴らしの良さと乗務員が煙や蒸し器で悩まされないというメリットがあったが、構造上石炭を積む量が限られ、またキャブフォワードと無関係に、プランシェ式の変則的なシリンダー配置による蒸し器の配分がうまくいかないことによる力の不均衡があり、客下療養で実際に、 時速 90km で走り続けられ、速度を求めなければ830トンの貨物列車も引けたが、この構造は短距離の低速走行向けとして流行することはなかった。なお、RA は1905年に国有化されたため500型は、飽和式がイタリア国鉄670型、加熱式は FS671 型になった。 アルトナ561機関車1904年にヘンシェルウントゾーン車はプロイセン王国鉄道向けに反流線型の車輪配置4から4から4の機関車 S9 型を2両試作したボイラーと淡水車が客車のような車体にまとめられその屋根から煙突が突き出ており V 字型をした運転室が前面にあってそこに操縦装置が収められ後方の密閉された部屋で 当端職員が仕事をしていた。3シリンダー複式で、動輪直径も 2222mm と、急行旅客用を想定していたが、ドイツでこの後を継ぐものは現れなかった。当初は燃料として、粉炭を風で、ボイラーに送り込む方式を使用していたが、後に、通常の石炭を運転室まで送り、運転室から機関士が、ボイラー内に投入する方式に改められた。 内部は5 6 1 5 6にどちらも同じで、最高速度は時速 137km に達した。カリフォルニア鉄道博物館の AC-12 型4294号機の全面上述のように、ドイツやイタリアではキャブフォワードがすでに行われていたが、アメリカではサザンパシフィック鉄道がそれを最大限利用した。 左斜め前から捉えた4294号機、前後2機の駆動装置が確認できる。サザンパシフィック鉄道で使われた、キャブフォワード型機関車はすべて関節式で初期のものが、複式のマレー式 AC、AC-4 型からは、過失大型化で、先代車が2軸になり、最初から単式マレーになった。なお、SPR の車両形式名で、MC、AC には、 キャブフォワードの意味はなく車輪配置を示し、このため初期の MC-1 型や、2から8から8から4の MC-9 型などは、運転台が前についておらず、キャブフォワードであった SPR の機関車は、車輪配置別に見ると、以下の通りになる。こうした機関車の製造のきっかけは、SPR は、シエラネバダ山脈地帯にあり、いくつもの長いトンネルや、 雪よけ多いが設けられていたので、運転室が煙を被らないように1910年に、運転台が先頭にある2から8から8から2のマレー式機関車を製造した。もともと重油滝をやっていたので、燃料供給の問題は容易に解決でき、重油はテンダーからパイプを通って2 2キロ圧で過室に送り込まれた。ただこの方式も他の方式では起こらなかった問題が起こった。 一つは、運転室の前に何もないので見晴らしは上々だったが、乗務員たちは最初のうちこれでは衝突事故が起きた場合危険ではないかと考えた。もう一つは、通常の重油を燃やす蒸気機関車の場合、後ろのタンクから送られた重油は運転室を通り、ボイラー内部に噴射される。重油の通るパイプは短く、しかも重油が動輪より前になることはないため、 問題なく運行できた。しかしキャブフォワード型は、後部のタンクから送られた重油が、車両最前部の運転室まで導かれ、ボイラーに噴射される。重油の量を調整するバルブは運転室に設置する、必要があったためだった。しかしこの方式は確かに視界は良好だったが、重油を送るパイプが長く、またその一部が、動輪の上や前を通る。そこから漏れた重油が、 レールや動輪に滴り落ち、上り坂で動輪が滑って、思うように機関車が進まない問題が発生した。後者の問題が最悪の形で現れたのが1941年のことだった。ロサンゼルス近くのサンタスザーナさんのトンネルで、途半のため低速で走っていた列車が、レール上に垂れていた重油でスリップし、坂を登れず機関車が後退を始め、連結機が壊れて、 ブレーキを制御するエアホースが破断し空気が漏れたことで列車は緊急ブレーキがかかってトンネル内で停止した。さらに列車付近に急速に蒸気と煙が充満し、ボイラーが蒸気圧の異常上昇で破裂し機関車が破壊された。そして機関車から漏れ出た重油にボイラーの火が引火し火災が発生、機関士が死亡した。 キャブフォワード機の最後の現役走行は1956年12月に4274号車が行ったもので、最後に製造された1943年製の4294号車は、サクラメントにあるカリフォルニア州鉄道博物館に保存されている。ありがとうございます。